はい、キャンプやってますか？ユジャク代表の佐藤です。本日やっていく内容がこちらでございます。はい、今はちょっとたくさんのテント周りの備品用意しているんですけれども、実は今こちらにございますのが現在ユージャックで予約受付を開始いたしましたローズテントとベローズ ST テント、その2つが今こちらにございまして、今日はですねこの2つのテントどちらの方が早く建てられるのかっていうのを動画でちょっとねお伝えしていこうかなというふうに思っております。それぞれのテントの特徴に関しては詳しいレビュー動画過去に投稿しておりますので、まあ、こちらね2つの動画貼っておきたいと思いますので、両方ともねご覧いただくとよろしいかなというふうに思います。今日はまあぶっちゃけどっちのテントの方が早く建てられるのかというところをですね、ノーカットでご覧いただこうかなというふうに思っております。見ていただくべきポイントは2つですね、まず最低限のテントの立ち上げ、テントがまあ自立して、ある程度の状況で使えるようになるまでにどのぐらいの時間がかかるのかというのがまあ1つ目と、もう1つ目はまあテントを立ち上げた後にですね、そこからさらにこう完全形態にまでテントを張るのにどのぐらいの時間かかるのかっていう、その2つの視点で見ていただくとより参考になるかなというふうに思います。まあ、今日ねこれから実際に設営を行っていく前なんですけれども、あらかじめ結論からお話ししておくと、まあ、今回ね張っていくこのローズテントに関してはワンタッチテントという仕組みになっている構造上、圧倒的にねこちらのローズテントの方が早いはずでございます。とはいえ結構このベローズ ST テント、トンネルテントに関してもですね、ペグ4本でですねテント自体を自立させることができるので、サイズの割に簡単にですね立ち上げできるという特徴を持っておりますので、まあ、ローズテントと、まあ、設営の面倒くささがどのぐらい違うのかということを気にしていた方に関しては今日の動画ね非常に参考になると思います。ぜひですね、最後までご覧になってください。それでは早速始めていきましょう。スタート。はい、それではですねまずベローズ ST テントの方から設営の方をやっていきたいと思います。動画の方では左と右にそれぞれ画面を分割してですね、用意ドンでノーカットもしくは早回しで継続していきたいと思います。それじゃあ早速始めます。用意スタート。はい、というわけでここからは実況形式でお届けしていきたいと思います。撮影当初は実況形式とお届けすることを想定していなかったので、動画内でですね、トークを挟んでしまっておりますので、今回の設営動画の中ではトークの部分のみ、カットさせていただいております。実際の設営時間には影響ございませんので、その点一応ね前置きとさせていただきます。はい、というわけでローズテントおよびベローズ ST テントの設営が早速始まっているんですけれども、30秒経過時点ではお互い収納袋からテントを取り出したという状況になっております。早くもローズテントの方に関してはですね、フライシートの広げの作業が始まっておりまして、ベローズショーティーの方に関してもですね同じくフライシートの展開の方が始まっております。ローズテントの方はですねフライシートにメインフレーム骨格がすでにくっついておりますので、この状態から中に潜り込んであとは広げていくと早くもですねシェルタースタイルとしての立ち上げが完了するという状況になっております。一方でベローズショーティーの方に関しては今フライシートをですね、地面に向きを揃えて広げているという状況ですね。はい、ここでベローズショーティーテントの方が、メインフレームの組み立てに入ってきましたが、ローズテントの方に関してはですね中ですでに足を伸ばすという作業にですね、取り掛かっております。この足をすべて伸ばし切るとローズテントに関してはですね、シェルタースタイルとしての設営が完了するという形になるんですが、はい、ここですね、ここで今設営の方が完了いたしました。最低限の設営タイム1分41秒5ということで、1分41秒でシェルタースタイルとしての展開がね、行われました。ローズテントはここからですね、前室キャノピー部分の立ち上げですね、はい、屋根の立ち上げ、入り口の立ち上げというところにすでに入っておりますが、ベローズショーティーテントの方に関してはですね、まだまだメインフレームの組み立てという段階におります。やはりですね、テントの立ち上げに関わる部分でこのフレームを組み立てる必要がない、ポールをスリーブに通して立ち上げていく必要がないというのは圧倒的な速度差があるということが分かりますね。はい、この点からもやはりワンタッチツールームロッジテントローズテントの方がいかに早くですね、立ち上げができるのかということについて
ご確認をいただけると思います、はい、ローズテントの方に関しては今、キャノピー部分の立ち上げということで、そのフレームですね、キャノピーポールのフレームの立ち上げを行いました。で、今からペグを使用してですね、キャノピーポールの立ち上げを行っていくという流れに入っております。ベローズショーティーテントの方に関してはちょうど今ですね、メインフレームを本体フライシートのスリーブに通していって、これから今立ち上げを行おうとしているところですね、はい、ローズテントの方が今1本ずつですね、全室キャノピーの立ち上げが行われております。はい、ロープを引っ掛けて全室を立ち上げる、ペグ打ちを行うという状況になっております。ベローズ ST テントの方は少しでも時間を稼ぐために移動もちょっと小走りで対応を行っておりますが、果たしてこの時間が立ち上げまでにどのぐらいね、短くなってくるのかという状況ですね、はい、ローズテントの方が今1本目の立ち上げ、キャノピーの立ち上げが終わって、2本目のキャノピーの立ち上げの方に入りました。はい、ローズテントは圧倒的な速度差をつけてですね、展開が行われております。今現状はローズテントまたシェルタースタイルというところで、インナーテントの設営はねこれからやっていくところなんですけれども、まあ、実質テント その完全体としての設営時間というのも現在計測を行っておりますので、その時間が何分ぐらいになるのかというところが非常にね、楽しみなところですね。はい、今トーク部分のカットがローズテント入りましてですね、ここからインナーテントの立ち上げ、インナーテントの設営という段階に入ってきております。はい、今ちょっとねカメラに映りにくかったので、前室の入り口の部分ね少し巻き上げの対応を行いました。はい、ここで今インナーテントを広げてですね、ローズテントの方はインナーテントの立ち上げの工程に入っております。ベローズショーティーテントの方は未だまだですね、メインフレームポールをスリーブに通すという作業を行っておりますね。はい、とはいえまだ経過時間としては両者ともに5分ということで、まあ、一般的なテントの設営タイムで見れば全然ね早い方だとは思いますね。はい、結構ツールームテント、いずれもね今回比較するテントというのはツールームテントになってくるわけなんですけれども、このツールームテントというのは骨格の仕様によっては立ち上げに30分や1時間といった時間がねかかるものも正直まだまだある分野なんですけれども、こちらの有弱性のですねベローズ ST テント、ローズテントおよび、この2つのテントに関してはですね、非常にですね設営が早いテントになっております。はい、今ベローズショーティーテントの方はですね、後ろ側2箇所の仮止めですね、ペグ打ちを行おうとしているところですね。はい、ローズテントの方はインナーテントの設営が今半分ぐらい終わったところになってくるんですけれども、ここまでの速度を見ているとローズテントがやはり圧倒的な速度差をつけて、立ち上げができているという印象でしょうか。キャノピーの部分の立ち上げとかをもし行わないということであれば、先ほどのねキャノピーの分の時間をはしょってですね、インナーテントの設営という方向に持っていくことができますので、ローズテントの設営時間というのはねまだまだ短縮できそうな感じはしますね。張り方だったりそのスタイルにもよってくるところなんですけれども、今回は両者条件を揃えるためにですね、インナーテントの設営というところまで行うことになっております。はい、ローズテントの方は今インナーの立ち上げが完了しましてですね、ローズテントの、特殊構造を持った自立の窓ですね、はい、こちらの設営に取り掛かっております。これが終わればローズテントは設営完了という感じになるんですが、ベローズショーティーテントの方はようやくですね6分過ぎたところでようやくですね、本体の立ち上げという工程に入ってまいりました。はい、あとフロント部分2箇所のペグを打てばですね、自立ですね最低限の設営タイムというところの更新という風になるわけなんですけれども、はい、まだもう少しねお時間がかかりそうなところですね。はい、ローズテントは今反対側ですね、もう片方の出窓の立ち上げの工程に入りましたので、こちらの立ち上げが今見えない位置で行われておりますが、完了した時点で、全ての設営が完了するという状況に、ねなりますね。
今回はガイロープの設営に関しては、行わないという形で、あくまでもテントの設営ですね、最低限の設営タイムと、キャノピーを含めた、テントの展開できる部分の展開というところで、はい、ここですね、今ローズテントの方7分50秒で、完全設営が完了という形になりました。はい、ここでですねローズテントの設営は全て終了となります。残るはガイロープのみという形になるんですけれども、まあ、ガイロープはキャンプをする上で必ず張らなければいけないというものではございませんので、その設営時間を端折った形にはなりますが、7分50秒、8分を切る形でですね、オールフィニッシュという形に、ねなります。非常に早いですね。一方でベローズ ST テントの設営に関しては現状まだ続いている形になります。今正面2箇所のペグ打ちも完了してですね、微調整のタイミングに、ね、入っております。これで、まあ、しっかりとですね、1ギメが完了して、ペグの打ち直し等がですね、全て完了すればこの時点で最低限の設営タイムというのを更新できるわけなんですが、いずれの記録もですね、ローズテントに遠く及ばずという形になりまして、ベローズショーティーテントちょっと苦戦しておりますが、未だまだ記録タイムとしては10分を切っている状況ですね。10分以内に設営が、最低限の設営が完了できるのかというところが気になるところでございますが、はい、ここで後ろ側のペグの、ね、打ち直しが入りました。通常打ち直しをしなくても一発で綺麗に貼ることもできるんですが、まあ、今回ちょっとね、あの撮影のロケーションといったところで最後ね、写真の撮影の都合もあってですね、多少直してしまった部分もあるんですが、実態としては、まあ、あと30秒ぐらいはね短縮できたといったところでしょうか。はい、ここで今ベローズ ST テント、ベローズショーティーテントの最低限のタイム、設営タイムが更新されました。9分39秒ということで、見事10分を切る形でですね、シェルタースタイルとしての展開を行うことができました。シェルタースタイルとしてだけの展開を考えた場合、ローズテントは最速1分41秒だったんですが、ベローズ ST テント、ショーティーの場合は9分39秒ということで、およそ4倍から5倍ぐらいの時間差をつけてですね、ローズテントが圧勝する形となっております。ショーティーテントの方ですね、ベローズの方に関しては今まさにキャノピーポールを立ち上げようというところで、天井の立ち上げの工程にですね入っております。ローズテントの場合だと2分目ぐらいでですね行っていた作業になるんですけれども、ショーティーテントの場合ですと今この時間ですね、10分40秒、約11分ぐらいの時間帯においてですね、キャノピーの立ち上げという形になっております。ショーティーテントの方に関してもセットのインナーテントですね、こちらを取り付けていくという形になりますが、どのぐらいのね時間かかってくるのかというのを引き続き見ていきたいと思います。ローズテントの方はですね、インナーテントがオプションという形になっているんですけれども、今回ですね、そのテントの構成としての公平性ですね、こちらを保つためにオプションのインナーテントを含めた立ち上げの方までを実況という形でやらせていただきました。はい、その結果7分50秒というですね、ものすごいタイムを記録することができたわけなんですけれども、使わなければ1分41秒ですね、シェルタースタイルだったら1分41秒での設営が完了するということに、ねなりますね。いずれもどちらのテントもガイロープに関しては張らない状況になっております。今ショーティーテントの方に関してはキャノピーポールですね、1本立ち上げが完了し2本目の立ち上げに入っております。これが完了すれば全室キャノピー部分の立ち上げが完了するというところなんですが、果たして時間にしてだいたい12分ぐらいでしょうか。12分くらいでですね、シェルタースタイルにさらにタープの張り出し部分、キャノピーの展開というところを完了させることができております。はい、最後ちょっと微調整してですね、これからラスト、インナーテントですね、インナーテントの設営を行っていきます。12分にしてインナーテントの設営に入っております。ローズテントもベローズショーティーもですね、今回どちらもオプションのグランドシートに関しては設営を行っておりません。なのでグランドシートを設営する場合はですね、まあ、プラス30秒から1分程度、
地面にグランドシートを広げるという時間がかかってきますので、その点ねご承知おきいただければと思います。今インナーテント、ショーティーテントの方のインナーテントの設営にね入りました。これが完了すればベローズショーティーテントも完全設営完了というような形になるんですが、果たしてタイムはどのぐらいになってくるのか。結構ですね、このベローズショーティーテントのインナーテントって広さがありますので、その分ですねかけるフックの数とかっていうのも多かったりするんですよね。加えてショーティーテントに関してはオプションの、ルーフシートなんていうのもほぼほぼ必須オプションとして存在するので、インナーテントが設営完了したとしてもさらにそのルーフテントを広げる時間が出てきますので、その部分の時間もね、考慮していただく必要があると思います。今インナーテントの設営が約半分ぐらい終わったところでしょうか。なんとか15分切れる時間で設営が完了できるのかどうなのかといったところなんですが、今現在のタイムは13分43、44というところで、まだまだですね時間がかかるんでしょうか。あとベンチレーションの開閉とかですね、そういった作業はテントの中では残ってくるんですが、それも今回のタイムには関係のないところなんですが、おっとここでベローズショーティーテント設営完了でございます。時間にして13分55秒、15分を大きく切ってですね14分を切りました。13分55秒でフィニッシュとなります。これで両者ですね、テントの設営時間、出揃いました。ローズテントが1分41秒、完全設営タイムで7分50秒、ベローズテント、ベローズ ST テントの最低限設営タイムが9分39秒で、完全設営完了タイムが13分55秒というところで、ツールームテントとしてはですね、どちらのテントも非常に速い速度で設営を完了させることができております。ご自身のですねキャンプ場でのテントの設営時間というところと比較して、いかがだったでしょうか。比較して30分1時間かけていた方、テントの設営にですね30分以上の時間をかけていた方いかがでしょうか。どちらのテントもですね15分以内で立ち上げを完了できるという素晴らしいテントになっております。これで無事にですね、テントの設営が完了という形になりますので、最後、現場の方からですね動画の続きを行っていきたいと思います。はい、そんなわけで今両方のテントをですね立ち上げが完了いたしまして、標準で付属しているテントおよびインナーテント、そして最低限のオプションですね、あちらに関しては条件を揃えるためにインナーテントのオプションを装備した状態で、最後ね、綺麗に両方のテントとも多少微調整の方を最後行いましてですね、現在の状況になっております。実際のその設営工程の方をご覧いただいてですね、どういった感想をお持ちになったでしょうか。はい、まずそのテントが最低限立ち上がるというところの時間としては、圧倒的にですね、これに関してはローズテントの方が早く立ち上げを行うことができたという形になりました。これはもう当初から予測できていた通りですね、ローズテントはワンタッチテントという構造上ですね、圧倒的に速いスピード、2分以内でですね、テントの立ち上げまで行うことができてしまうというものになっております。一方でベローズテントの方に関してはですね、立ち上げを行うまでに10分ぐらいの時間がかかっているというような形になっておりまして、2分と10分だと実に5倍の時間差があるわけでございます。なのでこの結果から、立ち上げに関してはですね、やはり圧倒的にローズテントの方が簡単で早いということがね、分かるかと思うんですけれども、テントをねただ立ち上げただけだとやっぱりこう快適に使用するというのは結構難しいと思います。だからこそ、両方のテントともですねシェルター使いではなくインナーテントを吊るした上で全室キャノピーの立ち上げですね行うと、その辺までを含みで考えていくとですね、このベローズテントとローズテントの時間差というのは最終的にはね5分ぐらい時間の違いになってきたと思います。逆に言うとローズテントに関してはですね、ベローズテントよりもこの窓のギミックだったり出窓とかですね、そういったところのギミックがある分ですね、立ち上げ以外にかかってくる時間というのは実際のところ多くはなってくるんですけれども、それを含めて考えたとしても、でもローズテントの方がね早いというような結論に至るわけなんですが、どちらもねサイズ感としては大体同じような似たようなテントになってます。なので純粋にですね結論としてその設営時間で選ぶということになれば、当然ローズテントの方に圧倒的軍配がね上がってきてしまうわけなんですが、それ以外にもテントを選ぶ
う基準というのは人それぞれあるかと思います。その点に関してはですね、また今からですね、こちらベローズ ST テントおよびローズテントをですね、こちらのレビューそれぞれ行っていきまして、比較レビューをそれぞれ行っていきまして、また別動画で、投稿していきたいなというふうに思っておりますので、動画の時系列によってはすでに投稿しているかと思いますので、そちらの動画をご確認ね、いただきたいなというふうに思います。はい、そんな感じで本日はベローズ ST テントおよびローズテントですね、こちらの設営速度の比較ということで動画の方を回してみました。本日の動画が参考になったという方はぜひグッドボタンよろしくお願いいたします。あとチャンネル登録などお済みでない方は右下の赤いボタンからチャンネル登録していただきまして、その場で通知設定もオンにしておいてください。あとはすみませんこちらですね、ほい X インスタグラム有弱の公式 LINE やっておりますので、こちら回してフォローよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。はい、ちなみにもうね、お気づきの方もいらっしゃるかなっていうふうに思うんですけど、まあ、過去動画もすでに出してると思うんで、この動画出すときは多分時系列前後するんで、はい、このテント、こっちのローズテントに関して実はね、これ製品版なんですよ。はい。これサンプルではなく、もうロット製品版が実は入荷してきてですね、まあ、このレビュー多分もうすでに動画で投稿していると思いますので、ぜひですね、過去動画の方を見て、ローズテントおよびベローズ ST テントそれぞれのね、特徴、良し悪しをですね、知っていただきたいなというふうに思います。以上です。